本日12月8日、時刻は17時15分、先ほど現役ドラゴンズの結果が出ました。結論から申し上げますと、中日ドラゴンズ鈴木博志投手がオリックスに行くことになりました。置いてくなよ博志、中日2年連続 B クラスだぞ、置いてくな、パリーグの王者に行き上がって、というところはあるんですけども、まさか鈴木博志かと、まあ、まさかではないね、まあ予想はされてたんですけど、そんな中日出す余裕あるかっていうところはもちろんあったんですが、パリーグに行っても応援したいと思ってますと。そしてデイさんまだ現役ドラフト見てないでしょ。はい。DeNA 佐々木千早。マジ？ロッテから。いく。大当たりと。当たり。で、中日には、梅野優吾投手ということで。梅野選手もなかなか、まあ当たりとか言うと失礼ですけど、超当たりかなと思ってるんで。で、デンさん佐々木千早でしょ。はい。梅野ということで、割といい現役ドラフト。はい。なんじゃないかなと。いいですね。で、梅野投手に関してはね、もう中日は本当もう頑張ってください。中継ぎ強いやん。中日中継ぎ安定してるやんとか言う人いると思うんですけど、そんなことないですと。ジャリエルもいないし、で、ジャリエルの代わりに先発だったら勝つのが中継ぎあって、でね、去年まで頑張ってました、谷本、投手が引退して、で、田島投手、そして総武衛選手もね、年齢加算できて、まあ、いつ故障だったりで、抜けるとかっていうのもね、わからない状況の中で、全然中継ぎが足りてなかったので、中日としては梅野選手を取るっていうのは、もうすごく、欲していたポジションだと思うので、もう総じていい現役ドラフトだったんじゃないでしょうかと。ぜひね、皆さんの現役ドラフトの感想もぜひいただけたらと思うんですが、何を隠そう、私、鈴木博士大好きでしたので、書きこきチャンネルでも鈴木博士の動画もう3、4本撮ってますから、それぐらい好きだったので、ぜひオリックスさんにはね、鈴木博士という男のですね、まあ、ちょっと取説みたいなのをね、ちょっと私の方からお伝えしようかなと思います。で、オリックスさんはね、今年中日と戦ってるんですけど、その時山本由伸と鈴木博士が先発で投げ合いしてるんですよ。で、その時に鈴木博士が初先発だったかなと聞いた、確か。それで5回無失点に抑えてるので、まあ、そこでもしかしたらオリックスのね、人たちの目に留まったのかもしれないですけども。まあなんで山本由伸と投げ合った男っていうのでオリックスに入っていきますから、オリックスファンの方でこのチャンネルを見てる人っていうのは鈴木博士にすごく期待していいんではないかなと思います。で、少し中日ではね、ちょっとストレートの球威が落ちてきてとか、まぁ、ちょっといろいろ問題、メンタル的なね、問題もあって、なかなかね、成績としては、良くもなく悪くもなくっていうような状態だったんですけども、まあオリックスさんといえばもう、投手の育成はもうパリーグないし、12球団で一番だと思ってるので、まあ、鈴木博士もね、いろいろと、ビシバシと鍛えていただいて、パリーグを代表するね、投手にしていただけたらと思います。一応、鈴木博士のですね、取説みたいなのをちょっと簡単にね、オリックスファンだったりとか、オリックスのね、球団の方、もしかしたら見てるかもしれないんで、お伝えできればと思うんですが、鈴木博士、投げ方コロコロ変えますと。昔なんかこういうね、投げ方だったりとか、サイドスローだったりとか、上から投げてとか、まあいろいろ投げ方コロコロやってたので、なんかそこら辺はね、なんとかしてあげてください。はい。あとはもともと157キロ投げれる、剛腕だったんですけど、なんか最近は、なんか技巧派ピッチャーみたいなことやってるんで、なんかできたらね、山本俊平太、みたいな、ストレートとか、をね、教えてあげるとさらに、伸びるんではないかなと思いますので、取説じゃないですけど、ちょっと剛腕なんですけど、ちょっと技巧派になりがちというところがあるので。あとはですね、鈴木博士があれは1、2年目だったかな。そんぐらいの時にですね、割といきなり1軍である程度活躍してっていうところで、結構ブイブイ言わせてた時期があったんですけども、鈴木誠也にですね、バッティングでホームランぶちかまされてですね、そっからちょっとプロの洗礼を受けまして、そっ
から成績下降気味になっちゃったんで、もうザ一流の打者と対戦するときは、すごくメンタルのケアを、してあげてください。そうしないと鈴木博士ちょっとダメになってしまうので、なんとか、そこら辺は優しくね、ファンの方は、打たれても誹謗中傷せずに、見守っていただけたらと思います。まあ、ちょっと現役ドラフトで、まあ、鈴木博士投手だったということで、まあ、ちょっとすぐね、率直な意見とかっていうのを、動画で撮れればと思ってあげたんですけども、最後、デンさんから鈴木博士に何かアドバイスとかってあったりしますか？どうですね。やっぱりオリックス、山本由伸が抜けるということで、うん、その穴をね、しっかりとね、鈴木博士が埋めていってほしいね。大役だな大役だなそして、いずれはメジャーの方へ。我々12月いっぱい1万人目指しておりますので、お願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。またセリーグとか野球のアンケートを貼ってますんで、はい、年末にプロ野球総選挙ってやつ、企画やりますんで、ぜひアンケート協力していただけたら幸いです。幸いです。